サソリの妙義はさくらたちを大いに苦しめた。しかし熾烈を極めた戦いは結果としてサソリの敗北に終わる。サソリの奥底にあるかすかな感情、そこから生まれた一瞬の隙を突かれての敗北であった。暁は次なる手として得意なる能力を持つ二人、火警部の人中力渦巻鳴門が住まう木の葉隠れへと向かわせた。共に不死の存在である二人は木の葉の抵抗をものともせず進行を進めていくが、ついにその眼前に木の葉でも指折りの実力を持つ畑かかしたちの迎撃を受ける。被弾に挑むは死の敵、怒りの瞳を向ける奈良しかまる。対する被弾は新たなる見栄の出現に歓喜の声を上げるのだった。人を呪わば穴二つ、お前は俺の死を呪い倒した。てめえだけのうのうとはしゃいでいられると思うな。邪神様、見ててくださいよ。こんなやつあっという間にぶっ潰ししまいますから。戦闘開始。行くぜ。ゾラ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 、将棋だぜ。最高の痛みだっただろうが。明らかに被弾の実力は上にあった。しかし慢心は油断を生み、油断は隙を作る。その隙を鹿丸は見逃さず、形勢は逆転。被弾は敗北し地に沈むのだった。一方各図は圧倒的な戦闘経験を生かし畑かかしを徐々に追い詰めていた。
ところが事態は急転する。突如その場に九尾の人中力渦巻ナルトが現れ、各図の前に立ちふさがったのだ。お前が九尾の人中力か。真術で決めてやる。お前の方から来てくれるとは、探す手間が省けたぞ。戦闘開始。いかに強力な術があろうと、俺の経験に勝るものはない。強敵な戦闘経験の差、各図は標的を確実に追い詰めた。しかし渦巻ナルトはその苦境を巻き返し、歴戦の強者各図を相手に勝利を収めた。若き目の台頭、歴史の風は大きな変革を迎えようとしていた。そしてそれは木の葉より遠く離れたとある場所でも見ることができた。内葉のアジト、そこに内葉イタチとサスケの二人が対峙していた。内葉を背負う兄弟の激突、血を分けた二人の決闘が今まさに始まらんとしていた。俺の悪夢は今日ここで終わる。イタチ、あんたを葬ることだ。お前のその目では何も捉えることはできない。何者？戦闘開始。
魔だ。邪魔だ。防火中央術。終わりだ。ほら、ほら、ほら、これで終わりだ、サスケ。命の火をかけた両者の攻防。イタチの実力はサスケを上回っていた。それでもなおサスケは倒れず、最後まで抗った弟に対し、兄は意志を残し、ここに倒れた。イタチの死、そして兄の真実は、サスケの心を揺さぶった。揺れた心は、やがて憎しみへと変わり、ウチハサスケは闇に歩むことを決意するのだった。そして、ウチハの決闘と時同じく、伝説の三人が一人、ジライヤは、暁の調査のため、雨隠れの里へと侵入していた。しかし、そこで相まみえたのは、かつての弟子の一人であり、今や暁の一人として暗躍するコナンだった。暁に身を落とすとは。所詮先生に私たちを理解することなどできない。あなたはもう過去の人。暁にあだなす者は誰であろうと関係ない。ただ消すのみ。